探偵の白組吹雪です。よし、はーい、こんばんはですよ。今夜もですね、いやー、名推理していきましょうかね。名推理とはという感じですけども、さてさて、この富豪の館もですね、なんとも多分後半に入ったのではないかと思いたい。で、新館から旧館に移動しまして、で、旧館では何やらお花を集めるということなんですけど、ゴミ拾いばっかしてたような気がしました。はい。なので今日は普通にちゃんと、いろいろと謎解いていけたらと思います。では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 、やっていきましょう。よーし。よし。やっぞ。やっぞ。いやー。あ、そうだ、前変えてないので、このままでーす。どうもでーす。見ているぞ。私でーす。ほっ、ほっ。私じゃい、私じゃい、私じゃい。キツネじゃい、キツネじゃい、キツネじゃい、キツネじゃい。ん？近い。キツネじゃい。じゃい、じゃい、じゃい。じゃ、じゃいの、じゃい。はい、よう言いますね。で、とりあえず、ひなそうと、翡翠イラン、翡翠イランをゲットしました。あとゴミです。フランス菊は違いますよ。これ違うやつですね。これゴミですね。よいしょ。ゲットしました。この二つですね。よいしょ。ここはゲット。ここをゲットしましたっけ？ここと、あと水のここをゲットしましたね。あと一回で行かなければいけないとこ。あとゴミ。ゴミ、ゴミ、ゴミ、ゴミいっぱい捨てときましょう。昆布、わかめ。わかめと昆布の違いとは。あ、ここ、黒い部屋。黒い部屋でお花、黒い部屋でひなそう見つけたんですよね。白い部屋。白い部屋では見つけてないですよ。白い部屋ではそういえば見つけていない。白い部屋では見つけていないのですぞ。ない。こっちと。はい。はい。これだけ怪しい。なんもない。もうないですね、白い部屋。意外と外にあるとか。意外と外に。外、外壁にないですかね。パラパラーン。あ、ありました！タンポポポポタン！あ、こんなところに。ポポタン！タンポポー！おー！いいですね。サクサクですよ。ここもクリア。白い部屋、黒い部屋、青い部屋クリアしました。一回はこれで全部。これ何ですこれ。顔みたい。よいしょ。あ、あ、ゴミ箱について、あ、ゴミ箱についてあった。はい。そういったが、旧館の高校にゴミ箱にお入れください。はぁ、あ。綺麗な旧館作りにご協力ください。なるほど。いっぱいある。うんちもようある。よいしょ。よいしょよいしょ。やっぱゴミ片付けなきゃいけないんですかね。ポポタン。よいしょ。ゴミ箱に。ほい、ほい。よし。ほい。ほい。冷えた唐揚げくんもゴミなんですね。フランス菊はゴミじゃない。フランス菊とサボテンはゴミではない。なるほど。はいはい。いっぱいあるんですよね、ゴミ。ここも何かありそうなんですけど。どこに。鍵穴、裏口。裏口があるんですよね。かまど。かまど馬。ここに、あった
ボテンとかが。これでとりあえず1階は終わりましたかね。じゃあちょっと2階に行きましょうか。うん。こっちまだ見てないとこですね。うわぁ、ゴミがいっぱいだ。あ、間違えた。うん。よいしょ。ここ入れないです。入れない。わぁ、またもうゴミがいっぱいだもん。ゴミだらけ。よいしょよいしょ。やっぱ回収していきましょう。何かがありそうな、そんな。チェストはロックされている。青い。まさかこれここに。あ、そんなわけはなかった。青いベッド。ロックがかかっている。最後の鍵、ピンクの鍵。ダメですか。怪しい場所がないんですよね。うん。ここはなんか何も、ベッドの下は特にはないですね。寝ちゃいますね。寝ちゃいますな。チェストも特に裏も下もないですもんね。机の下とかでもなさそうですし、上も隙間が特になし。まあ、こことりあえず置いときますか。わあ、お花。あ、パカパカ。何ですかね、これ。あ、ピンクの部屋。もしかしてピンクの部屋。あ、溶けた何か。冷えた何か、虫の卵。よいしょ。はい。何かがありそうな、そんな隙間。何かがありそうなのに何もない。何かがありそうなのに何もない。ほむ。おや。休館探索者の記録3。おほほ、私、見かかれば花なんてすぐに見つかりますわ。なぜかですの。私、花が大変いいんですの。あら、いやだ、今のはただの親父ギャグですわ。ですけど、この真っ白いお部屋、本当に何もありませんわ。数時間たさ、探していますもの、本当にありませんわよ。この部屋にはないですわ。ですけど、この部屋の近くに来るとお花の香りがしますの。壁になって埋まっていないですわよね。つい縦読みをしてしまう。これ近壁、のすくりな、ここお花があるんですわね。お花がどこかにある、うんち。お花がどこかにあるんですわね。ここじゃないのかな。これなんだろう、これ。これ何ですか、これ。花と花。ここの裏。花と花。タンポポのことですかね。よいしょ。タンポポ？タンポポ、さっきの花はタンポポ。あ、白い部屋はタンポポか、そういえば。なるほど。じゃあもうこれはもう、あれですね。読み終わった。じゃあ、4。記録4何でしたっけ？俺はもうこんな館嫌だぜ。俺は見ちまったんだ。初めて見ちまった。人が絵に飲まれちまうなんて現象な。2回を対策してた時だ。俺と同じ気兼ねに目がくらんだやつだ。白い部屋でやつがおもむろに絵を見つめ、そして俺は見ちまった。三つ首の化け物が書かれたあいつに飲まれたんだ。俺はその部屋を後にした。え？これ？飲まれよ64ならよ、海外にね、ひょい越しちゃいますけども。
ちなみに5は、もういや、あちしもういや、あちしもう全身がぬれぬれよ。な、水の水路じゃないのよ。これじゃあちしのぬれぬれ姿にイケメンくんが横丁しちゃうじゃない。あら、ぬれぬれのイケメンくん発見。あら、なんでそんなぴょんぴょんいっちゃうの。もうメロじゃなかったのね。待って最後これ、あの青いとこですね。これがタンポポで、これがわからない。で、キューもわからない。これ、2階に金に目がくらんだやつ、三つ首の絵画になんか飲まれてった。ここはじゃあちょっと後にしますか。金に目がくらんだやつが壁の中に入っちゃったそうです。黄色の部屋、まあ、一つ一ついきますか。ゴミだ。よいしょ。ゴミ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 。ここはシェルターボックス何もなし。影ですよね多分。これタンポポ違いますか。なんか植えてく感じかと思ったんですが、キャラ濃いですね。特に怪しいところ、天井も隙間ないですね。はいはい、入れるわけでもなし。寝てみる。おはようございます。なんでそれぞれの色の部屋に花を植えてきそうな気はするんですけども、とりあえず保留で。お、またゴミだ。よいしょよいしょよいしょ。さてさて、絵画がいろいろと。何です、この怪しい。何です、これ。何です、これ。何です、山脈。何です、このこの、何です、これ。絶対このこのこの下何かあるんじゃないですか、これ。何です、これ。あ、何ですこれ。あ、ああ、1がありました。1よいしょ、じゃあ1を。ほんと最悪。お金もらえるって聞いたのに、なんで私が花なんか集めないといけないの。しかも全然見つからない。あと何個見つけりゃいいのよ。先に来てたはずのたけしたちも全然見や、たけし。ガタ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 。もしかしてはめられた？もう許さない、最低。せっかく見つけたけどムカつくから、このやけに暗くて趣味の悪い部屋に隠しちゃおう。ちゃお。暗くて趣味の悪い部屋に隠す。お茶ありがとうございます。暗いところにお花が隠れている。あ。ん？ん？隣の部屋が。ん？ん？うん。うん。ここ謎ですね。よいしょ。ここ謎ですね。特に。天井にも特になし。これほんとなんですか、これ。ほい。あ、取れん、あ、取れた取れた。特に何もなし。三つ首。でも金に、まさかここじゃないです。あ、あー、なるほど。お帰りはあちらですか、もしかして。なんですここ。何かがある。何かがあるけど、何ですかね。取れない。醸造台がある。なぜに醸造台。ん？あ、ポピー。今日のポピーちゃん。ポピーちゃん。今日のポピー。ポピーちゃんですね。やった。よいしょ。
でしたか。これ何ですか、これ。ちょっと、ハサミがないので切れない。でも何か置いてあるわけじゃなさそうですね。うむうむ。入れない。あれ？あれあれあれ。この辺に、帰り道が。あ、下ですか？もしかしてあれ。あ、下ってわけじゃない。あれ？おや？こっちから帰れと。よいしょ。あれ？あれ？帰れない。あ、帰れない。帰れなかった。あれ？ほい。あら。あ、開けました、開けました。こっちは何なの？あ、入れるけど入れないよってやつだったんですね。なるほど。じゃ、ここは解決ですかな？ここは、何です、ここ。赤いけど扉が。え？なんか、ゾンビマンがいらっしゃる。あっちから行けそう。お隣の部屋。あ、そういう、行けるわけじゃないんですね。ん？赤い部屋は入れない。赤い部屋は本棚が邪魔。ん？ん？詩だ！詩だ。あ、なんかいろいろある。あ、植物いっぱい。何かありますね、あっちも。いろいろと。あ、サンゴ。サンゴブロック。こっちは入れないですね。うん。よいしょよいしょ。何かあるというわけでもなさそうな。うん。よし！じゃあ次の隣の部屋へ。わっ！またなんか変な部屋ですね。うん、あー、ゴミ！よいしょよいしょ、ゴミ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 。よいしょよいしょ。うんうん。三つ首のやつはこれでしたっけかな？多分、ポピーがこれですよね。これまた絵画系ですかな？何かがありそうな隙間？お、旧館の神主よりさん。神主さん。くそ、誰？え、か、え？え、神主？え、館ですよね。探索者じゃないですよね。神主。くそ、誰だよ。俺の部屋から花を持ってってやつは、彼女からもらった大切な赤い花だったのによ。もう誰も部屋に入れねえ。本棚を倒してあれば、正面から入ること、入ってくることはできねえはずだ。看守になって言われよう。看守になってやるよ。この、部屋には正面から誰も入れねえ。これは困りましたね。従業員の一人が本棚を倒して皆様の探索を妨害しているようですね。ここで皆様にはもう一つ花を探していただきますので、合計5つですね。実は私、看守の花は何者かに盗まれてしまいました。え？その花はどういう私の部屋に生きてくだされば、それ相応の対価が皆様に送られるでしょう。皆様はご友人とお部屋で騒いで壁など壊してしまうのよ、ご注意くださいね。意外と修理にお金がかかるのです。うん、なるほどなるほど。よいしょ、ちょっと待ってくださいよ。よいしょよいしょ。チャットが、あ、来ました来ました。よしよし。お花は5つ、あと1つ。お花は1つで、あ、ちょっと9読んじゃいますか。ええぇ！我、裏口の鍵を見つけたでござる。わやわや。だがしかし、我の求めるものは金ではないのだ。それは他人の不幸なのであります。わら。
ゆえ、この鍵は見つかりにくいところに隠すを。ぎゅ、見える見える。新館の庭から旧館を見れば丸見えでござる。え、金士官の頭にない凡人には気づかぬ天才の発想。我、まさに天才級。なる。天才と天才をかけてるんです。ちょっと上手いじゃないですか。やりますね。よいしょ。庭、あーやっちゃった、ららら、なるほど。あとお花は一つ。よいしょ。入れるわけじゃなさそうですね。隙間も特になさそうな。庭がある。ここから来たんですね。わー、お、注意、床修理中。あ、1階のとこですか。なるほど。そっち、庭から見れば。あ、これ違います、これ違います。フランス菊違います。何か。取れそうなもの、なんかこの辺とか、実は上に何かが。ダメですか。上から見える何かではない。これが丸見えでござる。よいしょ。あ、これ違います。これ違う。このフランス菊は違います。あ、ワンチャンフランス菊ありますか。まあ、捨てられなかったのは確かですが。鍵穴。デュフフが隠した裏口の鍵を見つけたいんですけどね。デュフフが隠した裏口の鍵。ちょっと一回降りて、よいしょ、ゴミ捨てましょう。よいしょ。ピンクの鍵の使いどころもわかんないですよね。よいしょ。さあ、回収され。これで多分館のゴミ全部ですね。館のゴミが全部のはず。うん。よいしょ。うんうん。どうしましょうか。あとどこでしょうか。一階あたんも。もう一回ベランダ行きますか。戻るんですかね。庭なんてありましたっけ。よいしょ。庭ってそうですね。もちろんドゥフフの。ドゥフフは、新館の庭から旧館を見れば丸見えでござる。金にしか頭にない凡人には気づかない発想。ベランダにフェイスゲートがあったらしい。あ、本当ですか。ありがとうございます。ちょっとこのゴミが処理されたら何かないかを。何かないですか。ゴミや、ゴミ箱。何もないですかね。あ、何も起こりはしない。なるほど。よし。来すぎちゃいました。じゃあ、さっきの2階のフェイスゲート。こっちから行って、よいしょ。こっちの方かな？フェイスゲート。あ、あっちかな？あっちの、ここじゃないですね。ここ。ここかな？ここのフェイスゲート。フェイスゲート。お？おや？と、フェイス？おやー？おやー？
あっちかな、あっちかな、あっちの方かな。うん、ここではないですね。あっちの方かな。よいしょよいしょ。あー待って待って、なんかコメントがちょこちょこ止まってしまいますな。よいしょ、オッケー。もうちょい向こう、ここか。フェイスゲート、あ、ほんとだ。あ、ここフェイスゲートだったんですね。あー、まさかの。あれ、でも、あ、なるほど。ほう、あー、何かお花がいっぱい、お花がいっぱい。これで通れるようにはなりましたか。ここから行くんですね、多分。ダメか。めっちゃ F 素直に乗り越えられてしまった。うん。うん。ここもうちょっと後ですか。じゃあここ、ああ、行った。ここはじゃあまだ。ふむふむふむ。さて、じゃあ、あと、に関してというか、この、私の、この、私の花に、部屋に行けてくだされば、私の部屋ってどこですか？枯れ木は多分何も違うと思うんですけども。ですね、各部屋にお花置いてみましょうか。ナイスナイスです。赤の部屋は届かないので、あとにして、ここが黄色のお部屋、黄色、ピンク、ピンクがないですね。ピンク、ピンク、ピンク、青、白、白はピンク？違いますね、多分。まさか絵画の。ピンク。枯れ木もゴミ扱いなんですかね。うん。あ、白。ああ。あそこ紫、赤紫ですか？赤紫。じゃあ、赤紫の花がどこかにあるのかな？ん？黄色の部屋から行けたらいいんですけど、行けないんですよね。あふあふ。あれですもんね、あそこの庭行けるとこですもんね。これここ、あ、でもここにちょあるといえばあるんですけど、謎のこの鉄の、うん、ひなさんは黒い部屋で見つけてまして、あ、真っ黒な部屋ですよね。よいしょ。壁を壊すんですかね。あと、あのチェスト、このチェスト、このチェストが本当、ぬぬぬぬ、何もないですよね。ぬぬぬぬ。
間違えた。はい、すみません。左クリック基本禁止なので、壁から取るってことはないんですよね。よいしょ。ここ本当何もないんですか。もう一回読み返しますか。まず1。ほんと最悪。うん、許さない。せっかくは見つけたけど、趣味の悪い部屋に隠しちゃおう。このやけに暗くて趣味の悪い部屋は黒い部屋ですかね。やけに暗くて趣味の悪い部屋は、この多分、ひな層があった部屋ですかな。あ、青い部屋がお礼なんですかね。これがお礼なんですかね。で、まだあと、2が見つかってないんですよ、2。記録の2が見つかってないんですよね。3。鼻が大変効く、白い部屋は何もないけども、タンポポを見つけました。4。で、壁に飲まれてって、三つ首の書かれたあいつに飲み込まれていったは、多分ポピーがあったとこですね。庭に出たそこのとこですね。で、5。で、これ水のところですね。ぴょんぴょんして水蓮を、翡翠蘭をゲットしました。で、デュフフはわからない。デュフフがわからないですね。で、ここですね。三つ首のあれに飲み込まれてたはこれだと思うんですけど。枯れ木もゴミ。枯れ木ゴミですかね。枯れ木もちょっと、ゴミ箱に。なんかまだ1階に何かすることがあるのかな。枯れ木はゴミですか。ゴミじゃないですね。これは何もないですかな。ピンクの部屋の天井開いてなかったかな。なんとピンクの部屋、天井開いてましたか。あ、ちょっと戻しとこう。ここにサボテンと、これがあったんですよ。ちょっと戻しときましょう。よいしょ。だけありますね。植木鉢に混じって何かはなし。お、そういえばここ見て、見ましたっけ、ここ。わ、まだゴミがあった。ゴミがあった。ゴミがありました。もしやこのゴミを、こっち側出てないですね、そういえば。こっち側、見れてない。よし。よし。ゴミ。特に何もなし。よいしょ。ゴミを見つけて喜ぶ。こっちにまだ帰れるんですよね。よいしょ。旧館の庭ってのは分かんないですもんな。あ、ゴミありました。ゴミ。こんなところにゴミが。よし。ゴミ。よいしょ。よしよし。このゴミを入れたら何かないですか ?4、3、2、1。何もない。何もなーい。あよ、庭。
ゴミの見落としとはって感じですけども。よいしょ。ここが、ここの部屋は、ここから行けそうな、行けないんですかね。わーん。行けるやんけ。何か何かないですか。何もない。あ、あった、あったあった、テストテスト。どこかの鍵、よしよしよし、ゴミもある、ゴミもある、どこかの鍵もある。これチェストじゃないですかね、どこかの鍵。あれ、あれね、帰れない。あ、帰れた、帰れた。よし。どこかの鍵は、これはチェストの鍵な気がしますよ。はい。違ったー。あれー、あとどこありましたっけ。ツタ登って屋上行きます。裏庭の鍵ですかね。こっちじゃない。裏口かな。裏口行ってみますかね。裏口、スポン。あ、違う。裏口じゃない。あ、じゃあ、あっち、2階の、あそこの鍵かな。よいしょ。2階のここの。ここじゃないですか。え、違う。なんか見える、なんか見える。え、ここじゃない。ピンク、おや、あ、ゴミ捨てますか。ゴミ、ゴミ、階段の途中のをロックされてましたっけ。よし、タンタン。あれ、あ、よかった、バグでした、バグ。よいしょ。うん、よいしょ。ここのはダメです。階段の途中の、階段の途中の、階段の途中のチェスト、ん？よいしょ。あ、水路の部屋、水路の部屋、水路の部屋。あー、そういえばありましたね、ここ。ここ。よいしょ。そういえばありましたね。ここか、まさか。あ、違う。違いますね。鍵でしょう。どこかの鍵、どこかの鍵はどこだ。ここは違いますもんね。いいじゃないですし。枯れ木戻しておきますか。キノコ、枯れ木どこでしたっけ。よいしょ。うん、いったーん。うん、
けないですもんね。ドゥフフドゥフフ。あ、お花回収しときましょう。ちょっと、ドゥフフの新館の庭から旧館を見る。新館の庭から旧館を見る。新館の庭、新館の庭から、新館の庭ってどこですか。新館の庭、新館の庭、庭、庭から旧館、あ、ここの先ですか。新館の庭から旧館を見る、あれですか、もしかして。あれか、あれか、あのチェスト、あそこのチェスト。あんなところに。あれか。あれをどうす。あそこにある。あそこ取れますかね。これでドゥフフの言ってることは分かりましたね。よいしょ。よいしょ、よいしょ。ここなんですけど、あ、ここから取れるやんけ。取れるやんけ。あった、裏口の鍵。なるほど、ゴミもある。ゴミもある。ゴミもある。裏口の鍵、これは？ここじゃない。よーし、ゴミも助かる。よっ、ここかな？あ？違う？ん？裏口に？に？にとは？裏口に？1がどこかにある。届かない。思いが。手持ちの本の内容は多分これで終わりのような。3がないんですね、3が。いやー、入れない。あ、ゴミ忘れてました。ゴミ、ゴミ、ゴミ、ゴミ。ゴミ、ゴミ、ゴミ。よし、ゴミ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 、よいしょ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 、はあ、処理してくれ。よいしょ、神主の方に読み返しますか。戻しちゃったので取りに行きますか。あれ、あ、よかったです。もう読みに戻りますか。あー、ツタのとこから屋根の上行ってみますか。よいしょ。旧館主。旧館主シリーズ。ちょ、ゴミ箱についても。はい。はい。怪我しても責任は取らねえぜと。4人の従業員がそれぞれ大切にした開いた花が何者かに抜け取られてしまいました。従業員倉庫に鍵をかけてしまいました。それぞれの部屋に適切な穴を開ければ、道が切り開かれるのでしょうか。あ、そうか、そういえばそういう流れでしたね、やっぱり。いや、これやっぱお花を受ければ、本棚を倒して、計5つのお花を見つけてください。ゴミ箱。一応、でも赤い部屋に行けないんです。赤い部屋に行けないので、赤
赤い部屋に行けるようにしたいんですけど、ここが開かない。ここが開かない。ツタが登りそうな部屋どこでしたっけ？こっちでしたっけ？なんかもう一個違う？ここ、ああここ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 ？ん？あ、この部屋でいいんですか？よし。よしよし。確かこの辺に入れたような。ああやっちゃったー。よいしょ。はい。今どっかチェストありました。はい。よしよし。ほい。あんなところにあるー。あんなところに何かいる。ゴミー。まずはゴミ。まずはまあゴミ。まずはゴミです。まずはゴミ。まずはゴミ、まずはゴミ。ゴミはジャブ。よいしょ。ゴミはジャブですね。マジダメージ。おー！符号の鍵！ちょっと符号の鍵見つけちゃいました。買い占めなんたらって見ました。あっ、よいしょ。おっ、え、符号が買い占めた金、金、符号が買い占めた金がいっぱい、金塊がいっぱい。痛い。うわー、お金、おっぱい。うわー、もう実質クリアなんですが。うわ、これ何回やればいいですか？じゃあともあともう2回くらいですかね。よいしょ。これ財宝ですかね。よいしょ、オッケー！やったー！ 26 個もゲットしました。あれ、入れない。行きました。よいしょよいしょ。で、この多分符号の鍵が多分ここな気がするんですよね。あ、違う。符号の鍵違う。なんか見えるんで、ここが符号かと思いましたが。の奥のチェストは見ましたよ。ここにあのデュフフのあれがあったんですよ。確かここにデュフフがあったんです。よいしょ。うん、ここ従業員倉庫ですか、ここ。鍵が溜まっていく。符号の鍵、符号の鍵、符号の鍵違いますね。よいしょ。それで一旦ゴミ捨てますか。ゴミ下に行って、あ、どこでした。あー、ちゃ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 、
ドゥフの部屋、あ、ドゥフの部屋のラージチェスト見ましたっけ？どうでしたの？後で見てみましょう。希望の鍵じゃない。よいしょ。はい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 。ゴミゴミゴミ。何もない。よし。で、ドゥフフの部屋。ドゥフフの部屋の、ドゥフフの部屋のラージチェスト。ドゥフフの部屋のラージチェスト。あ、そう、見てなかったですね。めっちゃあるやんけ、ゴミ！あるやんけ、ゴミ！忘れてましたね、ラージチェスト。ありがとうございます。ゴミ捨てましょう。よいしょ。ゴミだらけでした。よいしょ。ベランダの扉にチェストがあった。ベランダの扉にチェストが。よいしょ。看守の部屋の最後、意外と周囲に壁などをこまわしてしまわぬような壁を壊す道具があればいいんですが、何もなし。よいしょ。ほい。あ、水のチェスト背負ってなかったです。ありがとうございます。そうだそうだ。監修。よいしょ。符号の。ふぅー！違う！はい。ぐぬぬぬぬ。どこかの鍵、裏口。鍵はいっぱいあれど、わからないですね、やっぱり。残念。ここも違う。うん。よいしょ。どこかの穴を金ブロックで修復するんですかね。符号が買い占めたかね。まさか天井。お部屋で騒いで壁などをこまわしてしまうよう、壁を壊しちゃったからお金がかかる。あ、じゃあこれのこと、壁おか、あ、違う、騒ぐことが、鍵、植木鉢入るんですか？さすがにそれは、修理にお金をかかりますね。どこかのなんかチスト？これ従業員さんですね、多分。あそこが気になるんですけど、クラフト台だった。ここがいけない。ほい、ダメ。まあ、ここにこれだと思うんですけど、黄色には黄色。赤紫はちょっと、なんかありそう。あ、ベッドに、あ！2階にいる。謎の空間にいる。透けている。あ、おお、なんか、おおおおおおお、なんかレバー、あ、ダメですか。あ、なんかすごい空間にいる。なんか隙間ない、何も見えない。謎の空間にいる。レバーが下げれるわけでもなく、
何かがあるわけでもない。これなんかでもなんか、あ、この、あ、ベッドから、ね、ベッドに寝てしまう。なんかありそうですね、ここ。なんかここの隙間何なんでしょうか。ベッドバグ防止のあれですかね。ここが気になる。右にチェストがありました？あ、これ外にあるんで、外に。あ、出ちゃいました。ここはヒントです。ディスペンサー、あ、ディスペンサーの中入ってたんですよね。天井の穴が金風呂と同じ。あ、修復中のあそこですかね。まさかあそこの、修復中のところに、ここですか？ここ。まさかここに金風呂を敷き詰める。26個。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13個。ダメですね。の壁に、ドアの裏側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 。よいしょ。いや、多分設置はね、ルール的にはなさそうな気がするんですよね。ルール的になしな気がするんですよね。あ、そういえばこういったドアの裏見てなかったですね。何もなし。金ブロックを置いて回収できなくなっちゃダメですね。そっか、アドベンチャーだからもともと置けない説。もう一回やって積んだら楽しいですよ。うん。あ、ここの、あ、ここの先ですか。あれ。あれ、ここ、これここじゃなかったんです。あ、ここだ、ここだ。ここは特にはですけど、これが何なのかすごく気になりますね。条件付きでは置けるんですけど、奥。よいしょ。なんかありますか？なんもない。アホ、痛い。金を、まさか金をゴミ箱に入れていく。金なんか私はいらないと。入れない。あれ？よいしょ。うん。あ、ここのドアは通れるようにするためのドアだと思うんですけど。ここを通るためのドアですね。このドアはここを通るためのドアです。絵の裏に鍵穴は、ヒントがないと難しいですね。金をゴミ箱に入れてみますか。白い床の花瓶とは。あ、そういえばそう、黄色の部屋のタンポポ置いてきたんですよね。ふごー。ぬぬぬぬ。よいしょ。よいしょよいしょ。ふごー。でん、あー、いるんですけど、ゴミ。待って、ゴミなんですけど。ちょっと待って、ゴミなんですが、
持ってかれた。二つほど持ってかれた。二つほど持ってかれましたよ。符号にとってはゴミなんですかね。まさかの金塊が符号にとってはゴミだと。なんと私の探偵事務所がこれで潤うというのに、白神探偵事務所はついにお金がない。よいしょ。確かにクリアに必要なものではないということですね、これで。うん、ベランダから赤い部屋が見えませんか。ベランダ、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 こっちですかね。よいしょ。うん、いっそいっそ金を入れる。ベランダから赤い部屋は見えるんですが、届きはしない。あっち、なんかあっち側から来そうな気がするんですよね。で、ここに出るみたいな。あっちから来ては出そうな気がするんですが、そこの扉のところに隙間ない。ここの扉、はあ、おえ、何もない、何もない、何もない。あると見せかけてない。木ですね、うん、穴に敏感ですが、穴が開かない。残念ながら。よいしょ。何か何か、思わせぶりな穴でしたね。よいしょ。ここを通りたいですけど通れない。滑るのか。これでは池山って転んでしまうな。でも涼しいと思ったら天井が抜けているではないか。でもなぜなのか、なぜここだけ跳ねてしまうの。跳ねる、なぜここの廊下はこんなにも滑るのか。天井が抜けている。え、滑る、滑る床、天井、滑る天井、跳ねる。なんか天井開いてますかね。天井が開いている。滑る廊下、1階。ん、滑る廊下、天井、ここ、これも滑らないですね。ん？滑る。むしろ、今ここピチャって、あ、ここ。
ある。ほう。上から落ちて何かがある。うん、こっちから、こっちから、ぴょん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 。ここですね、ここ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 。はい。あ、今なんか、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 チェスト見えたかもしれません。なんか、チラッと。あ、ちょ、ちょ、あ、ちょ、ちょ、そこ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 に今見えたのに。え、シビア。判定がシビアだ。こんな時に筋力があれば、こんな時に筋力があればよじ登れる。ふー、筋肉なんだなって。あ、ちょ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 、なんで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 。筋肉が欲しい。ムキムキーズね。よいしょ。これで私はムキムキーズね。やっ、あ、なんか、おわ、あった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 、ゴミゴミがあった、ゴミ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 、よし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 、よし。あ、アリウム、アリウム、アリウム見つけました。やったぜ。よいしょ。とゴミ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 、嬉しいですね。よし、これでお花が5つ揃いました。もうタンポポをお供えしてるんですが、赤い部屋に入れない。赤い部屋にどうやって入るかですけど、遠回りしちゃった。これで、ここにはタンポポ、で、ここにはアリウム、あっちには、ヒスイラン。かぬ。どこかから出られないですか。む、出られなさそうな。意外とここからとか、意外とこの、あー、くっ、ダメですかね。あかんぬ。ねえ、白どこですかね、白。おとしました？どこ落としました？どこ開きましたかね。私のマウス音ですかね。ピンク植えた時落としました？どこだろう。あ、黄色い部屋から、ここからここに入れるとか。あ、入れない。はい。この赤い部屋が入れない。ポピーだよー、ポピーだよー、ポピーですよー。くー、うん、ここ白い部屋ですか、コケ。ここコケって言っちゃった。コケ白い部屋ですか、実は。コケ。
ゃ黄色じゃなく、え、でもただ白樺だけですよね。白樺なだけですね、多分。2階の黒のカーペットある部屋って、2階の黒のカーペット、あ、白の部屋ってここですかね。白、いやでも白、あ、落とした。はい、やったー、なるほど、白い部屋、あー重い、あ、6、なるほど。サクッと調べて、シェルカーは開けれない。よいしょ、赤い花。いけたけど、何もない。特に何かあるわけではない。なんか看板が。ああ、浮かせてるだけですか。何もない。あ、ゾンビの頭。何かあるわけでもない。ありがとうございます。これで外の倉庫が、あ、なるほど、外の倉庫が開いたんですかね。これで外の、あそこですかね、倉庫。そこが実は開いた。はい、あれ開いてない。符号の鍵、裏口、どこか、うん。あ、そうですね、本読みましょう、6。忘れてました。うん、この鍵ってどこの鍵なんだろう。どこかの鍵なんだろうけどなぁ。うん。どこかの鍵なんだろうけどなぁ。うん。そういえば鍵かかってる箱とかあったよなぁ。うん。鍵を手に持って調べてみよう。え？え？どこかの鍵。あ、これ。やっぱこれどこかの鍵。どこかの鍵ですけど。こんなことくらいわかってる。まあ、箱というわけだからか。まだなんかチェストかかったのがあるんですかね。なんか一応赤い部屋で見つけたので、赤い部屋で見つかる。あれ？あれ？あれ？こっちじゃなかったでしたっけ？待ってますよね。あれ？ほい。あれ？ああ、赤い部屋。赤い部屋のチェスト。なんもないですよね。開かないチェスト。開かないチェスト。外じゃないですよね。そこの鉄の扉は開いてないですね、これ。ここ開けたいですけど、開かないですよね。赤のシェルカーボックスは違いますね。上に物が乗ってるので開かないのかな。よいしょ。下のが開いた。ああ、下の水のところがもしかすると。上の作業台は多分フェイクです。よいしょ。ここ本棚は裏がまずできないですな。届かないところか。新刊はさすがに覚えてないですね。開かないチェスト。どうでしたっけ。
どこかの鍵。どこの鍵なんだ。届かないようなってなんか変ですよね。届くようにしてください。わあ、何の鍵、何の鍵なんですか。とりあえずゴミ捨てますか。まさか開け方が違う。金、赤い金入れちゃうんですか。お金、お金をまさかゴミにする。お金入れますか。じゃ、金を、財を手放す。やーやー、財を手に、あー財よー。じゃあ、じゃあもう時間もだいぶ過ぎちゃってるので、